はい、皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、丸顔さんに似合うトップスを紹介しようかなと思います。よかったら最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ということで丸顔に似合うトップスということなんですけども、まあ私すごい丸顔がコンプレックスで、丸顔ってまあ余計にね太って見えるんですよ。服とかすごい悩んじゃってたんですけども、今日は私なりに冷やせというか、まあこういうトップスの方が丸顔さんは似合うよっていうのをね紹介していきたいなって思ってるんですけども、まずはじめにね、これこの V ネックですね。だいたいこれは分かってる方も多いんじゃないかなって思うんですけども、丸顔さんに鉄板なのはこの V ネックですね。やっぱりね、ここの首と鎖骨あたりを見せることによってすごいスッキリ見えるんですよね、顔周りが。そうだからこういう V ネック系とか首元が空いてるもの、だからオフショルとかもいいと思います。 V ネックとかオフショルとか、こういう丸っていうのかな、こういう風に丸く空いてるトップスとかも、そう、首が詰まってるものよりこういう風に首元が開いたトップスが似合うんじゃないかなって思います。例えばこういうね、丸く開いてるやつとかもあるんですけども、これもね結構首元開いてるんですよ。そうだからこんな風にね結構開いてる感じのものの方が丸顔さんには冷やせ効果がありますね。どうしてもね丸顔さんが太って見えちゃうものがタートルネック、そうだから冬のねタートルネックとか本当に私着ないんですけど、今この時期とかでもあるじゃないですか、ちょっとタートルネックのトップスとかも。どうしてもね丸顔だから太って見えるっていうのがあって手が出せないんですけども、丸顔さんでもタートルネックがね少しでも着痩せできるものがあるんですよ。それがこれなんですよ。これタートルネックやん普通のみたいなね感じかもしれないですけどもね、これ GU で買ったトップスなんですけど、これねタートルネックっちゃタートルネックなんですよ。そうなんですけども、一回着てみますね。これはい、こんな感じなんですけど、どうですか。あのねタートルネックでもここまであるんじゃなくて、この辺っていうの、なんか短めのやつあるじゃないですか、それはね全然着れます。そうでプラス着痩せするポイントがありまして、それがねこういう透け感のあるトップスなんですよ。タートルでもこういう、なんだろう、これはレースなんですけど、こういう風にレースで透けてたりとか、よく着ているこのトップスですね、ロデオグランズで買ったこのトップスも首詰まってるんですけど、これもね透けてるじゃないですか、だからねそんな感じしないんですよ。そうだからこんな風に首がこうね詰まってても透け感があるトップスだったら全然丸顔さんでもいけると思います。同じねタートルでもこれはダメですよ。可愛いんだけど、なんかね丸顔がすごい強調されるの、本当に丸いな顔だから、こういうのね可愛いんですよ。顔がちっちゃい人とかね似合うんですけどね、あんまりね私には似合わないかなって思うので、ここまでのタートルはあんまり着ないですね。ほら見てください、今ねもう一回着直したんですけども、こっちのタートルとやっぱ違いますよね。だからここじゃなくてここ、そうこれがねいいと思いますよ。うん、だからこれ以外にも例えばこういうのも OK、 透けてるし首詰まってるんだけど、これも全然 OK ですね。こいつも OK です。これもね詰まってるんだけど、そんなにね短いしちょっと透けてるシフォンのブラウスなので、これも全然 OK。 こうなんとかね、ほら透けてるでしょ、こういう透けてるやつでも首は詰まってる、このくらい、こんなんはね全然大丈夫だと思う。うん、で特にこういうね透け感は本当に可愛いと思います。だからこんな風に首が詰まってるのを着たいって思った方は短めのを選ぶ、プラスちょっと透け感のあるこういうレースのトップスとかシースルーのものとか使うと透け感が出てちょっとスッキリ見えるので、こういうのを着たい方はぜひぜひそういうのをね挑戦してみるといいんじゃないかなって思います。タートルでもこんな感じだったら全然可愛いと思います。こうなってたらねすごい強調されるんだけど、これはねこうやってすっぽりはまるから可愛いと思います。ちょっといっぱい着替えてから前髪がすごいことになっちゃった。でね、まあ私のね、まあインスタグラムとかウェアとかね見ていただいたりとかしたらわかると思うんですけども、あんまりね首が詰まってるものは着てないですね。詰まっててもやっぱ短めのもの着てたりとか着てます。はい、まあ、こんな感じとか、まあ、これも V ネックとかねワンピースとかでも、そう首詰まってるもの
を切るときは意外とね髪の毛まとめた方がすっきり見えるんですよ。そうこんな感じとかこんな感じとかですね。そう丸顔だからって結構ねなんか髪の毛を下ろしがちなんですけど、タートルを着るときは逆にね重たくなっちゃうんですよ。そうだから結構ね私もねそんな感じ、タートルっぽい短めのねタートルを着たりするときは、まあ、こんな感じで髪の毛まとめてみたりとか、さっき着てたニットのときはこんな風にゆる巻きにして遅れ毛を出しつつこんな感じでね着たりとかしてるので、うんですね、こんな感じで着たりしてます。こんな感じなんですけども、丸顔さんに似合うのはとにかく首元が空いてるものと、あと首元が詰まってるものだったら短い感じ、長めじゃなくて短めのタートルを選んだりとか、あとは生地を透け感とかレースとかそういったものを選ぶといいんじゃないかなって思います。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。よかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。